A&M レコードは、米ユニバーサルミュージックグループ参加のレコードレーベル。もともとは1962年にハーブ・アルパートとジェリーモスが設立した。会社は1989年にイギリスのポリドール社に子会社として買収された後も、数々のヒット曲を量産した。1998年に当時ユニバーサルスタジオを参加に持っていた。 カナダの酒造メーカーであるシーグラムペルのリカールがエンターテインメント産業強化の一環として親会社ポリドールを買収し A&M も参加となった。しかし1年後の1999年にシーグラムが破綻にしフランスのビベンリが資産を継承しユニバーサルをブランドとして全面に出したユニバーサルミュージックグループに組み入れられ現在 A&M は レコードレーベルとしてのみ使用されている。A&M の A はアルパート、M はモスの頭文字。A&M スタジオメインゲート1988当初はハーブ・アルパート自身のレコードを発売するために設立されメキシコのマリアッチとアメリカンポップスを融合させたアメリアッチで人気を集めた。1960年代後半になるとソフトロックや スワンプロックにも手を広げるとともに、イギリスの新興レーベルであるアイランドレコードの米国配給権を得るなど、ブリティッシュロックの新しい流れにも積極的に取り組んだ。1970年代には、カーペンターズのヒットによってレコード会社としての地位を固めるとともに、ピーター・フランプトンやポリスなども扱う総合レーベルへと躍進した。1993年には、 ポリグラム参加となった。そのため、日本でもポリグラム参加のポリドールに販売権を移行。現在は、ユニバーサルミュージック内の事業再編により、法人としては、QMCA と合併した、インタースコープとなったが、レーベルとしての A&M は残っている。日本人アーティストとしては、聖子やイエローマジックオーケストラのアルバムが、同レーベルから発売されたことがある。 洋楽作品のもの2004年7月に、ユニバーサルミュージックの J ポップレーベルとして、方楽制作部門カンパニーの一つで、ユニバーサル J から分離したユニバーサルシグマ内に、A、A&M レーベルが設置された。レーベルの CD コードは、2004年のドラマ、東京湾系オリジナルサウンドトラックの発売以降、2005年11月のことのシングル、What's Up までは、 アンカーを使用していた。2006年以降は使用されていない。ありがとうございます。